オークラテルコ消えたミジアム1あなたは美人で有名だった小宮山玲子という霊媒女がある大会へ呼ばれて行ってその帰りに煙のように消えてしまった不思議な事件を覚えていらっしゃいましょう はあ覚えております。もうあれから10年近くもなりはしませんあの当人は大した評判でございましたよね。でもあれはとうとう分からずじまいになったんではございませんかええあれっきりなんです。でも美人だったし心霊研究者たちからは宝物のように大切にかけられてた女ですから。今でも その人たちの間では時々話題に出るようですねそうでしょうね霊媒者なんて言うと私たちにはちょっと魔法使いかなんぞのように聞こえてまあ見事でも言ったふうに考えられますわそれが突然消えてしまうなんて昔なら神隠しにあったとでも言うんでしょうけど実際はどうしたんでございましょうね実は そのお話をしようと思うんですのそれも今日があの人が行方不明になってからちょうど何年目かの同じ日なんですの亡くなられた六条松子夫人の命日に夫人を崇拝している人たちが集まって追悼会を開いたんですその席上にあの小宮山礼子が招かれて 夫人の奨励をやりすっかりマツコ夫人生き写しになって和歌などを読んで人たちを感動させ六条伯爵家を常守備で自首さったまでは分かっています話はそれからなんですがあの晩は霧が深くて街灯がぼーっとかすみ往来はまるで海のようだったそうです 六条さんの御門を出るとたちまち小宮山礼子の姿は霧の中に吸い込まれたように見えなくなりそれっきり消息が絶えてしまったんです書斎の安楽椅子に深々かかと身を投げかけながら S 夫人はスリーキャッスルの煙の行方を心持ち目を細めて追いつつさも感慨深そうに言うのだった どうして突然こんな話を始めたかあなたは変に思われるでしょうが実はこの事件がそもそも私をこんな仕事に導いた動機だと言ってもいいのですよある事件が一段落ついて朗らかな気分になっていた S 夫人は自分が探偵に興味を持ち始めた最初の動機について私に 〈その思い出を語ろうというのである〉2> 2〈それはもう大分過去に遡らねばならないことでまだ S 夫人の夫の博士がシャム国政府の顧問官でいた時代でその頃夫人も夫の認知へ赴いてそこで23年の月日を送っていたことがあった〉 そのの当時のことなんですが夫人はそう言ってデスクの前の壁に掲げてある大きな写真を指しながらこののの写真がその頃を写したものなんですよ見ると、ハゲちょろけた塔のような建物を背にして石段の上に五六人の男が立ったりしゃがんだりしている。 真ん中に立っている太った男は私の夫ですそのそばに3ハットを持って立っているのがこれからお話ししようという物語の主人公なんですからよーく見といてちょうだい。あるるいいいはしをだいぶん出ているかもしれないというのはなんだかこう干からびてしまったといった感じがするほど痩せ細っていて。 ちょっと都市格好の見当がつきかねたからであるがよく見ると上品な細表の相当きれいな顔立ちなのだしかし見た感じはすこぶるよくなかった尖った鼻恐ろしく神経質らしいすごい目その陰鬱な物悲しそうな表情をじっと見つめているとなんとなく私まで引き入れられて 心が寒くなるような人柄だったこのお方は何ておっしゃる方勝田男爵の弟さんまあ大阪のあの有名な勝田男爵そうよ勝田銀行をご存知でしょうでも弟さんは東京にお住まいになっていましたのなるほど そう言われてみれば新聞でよく見かける勝田男爵の顔にそっくりだったそこで S 夫人は静かに語り出した今ではもうすっかり開けているでしょうがそのころのシャム国は実に野蛮な未開地だったんですよ私のような物好きな女には何もかも物珍しくって面白いところだったんですけれどある時 ここんなことがありました品川の武来館がワニ寺の縁日に行って喧嘩を始め相手の男をワニのいる池にぶち込んだというんです放り込まれた男はそれっきり出てきませんさあそれが評判になってワニ寺見物が多くなったという始末どこの国でもやじ馬は絶えないわけね それで私も見物に混じって早速出かけてみましたかなり古いお寺でその庭に大きな古い池があってワニが56匹いるのでそれでワニ寺などと呼んでいるんですが本当の名は別に言えるんです水が泥のように濁ってて中なぞ何も見えませんがしばらく立って水面を眺めていますと 池の真ん中ごろのところにさざ波が立ってやがてひょっこりとワニが顔を出しましたいくら昼日中でもあの顔を出されてはあまり気味もよくないので思わず飛び抜きますといつの間に来ていたのか私の後ろに一人の紳士が立っていてその人に危うくぶつかるところでした見るからに病人らしく痩せ細って 少し前かがみの肩が板のように薄く背の高い青い顔をした3516の日本人でしたがどこかにその人の育ちを思わせる気品があり誰の目にも出のいい人だということがわかるような物腰でした私は自分のはしたないしぐさと日本人だという親しみもあってなんということなしに微笑みながら頭を下げると その人はしばらくの間無言のまま私の顔をじっと見ていましたが急に気がついたように愛想のない挨拶をしてそのままきびすを返してゆっくりと向こうの方へ行ってしまいました私はなんだかこうひどく侮辱された気持ちでした帰って夫に聞きましたらその人は講師の親友で。 大阪ののの勝田男爵の霊帝だとのことでしたそれも大変健康を害されて保養のため欧州へ遊びに行っていたのがどうも思うようでなくひとまず貴重と決まりその帰り道にシンガポールまで来ると急に気が変わって親友の講師を訪問方々気分転換のためにもというので社務国に立ち寄られ 公館のお客様としかしそれに来てみるとシャムという国がまことに気楽なところでそののんきさが気に入ったのかすっかり腰を落ち着けているのだと夫はその身分を羨ましそうに言うのでしたシャムは世界無比の仏教国でどんな高貴な方でも 男はは生涯ににに度は必ず仏門に入り、り僧侶になる習慣があります。罪滅ぼしになる人もありましょうし中にはまた尊い身分の方が有名な美人だったある孔子夫人にお会いになりたいばかりに坊さんに扮して孔子館を訪ね夫人の手からお布施をもらわれたというような話もいまだに一つの逸話として残っているくらいで。 とにかく仏門に入るということは普通の習慣になっています私が2度目に勝田さんに会ったのはワニ寺で会いましてからちょうど10日目の夕方でした玄関に一人の宅圧層が黄色い布を身に巻きつけ素足で立っておりました私はお布施を手に持って出るとそれが勝田さんだったのでまあ ごとでいいらっしゃいますことあまり意外でしたので思わずこんな言葉が口をついて出てしまいましたすると勝田さんは「ちょっと面目ない」とでも言うような様子をして照れ隠しに笑いながらいやどうも恐縮ですあまり退屈だもんでついこんないたずらを思いついたわけで退屈だ。 退屈だと言ってしきりに講師館へ遊びに来てくれと言われるのですが講師は独身だし会員も婦人連れは一人もなしという中へのこのこいかれもせずにいますとある日講師が拓に向かって「講師館のうちはやろうばかりなので勝田君には刺激が強すぎるんだ」「優しい慰めに飢えているんだから」 君の奥さんには気の毒だけれど時々話し相手になってやってくれるように君から一つ頼んでくれませんかと言われたそうでではタクの方へどうぞお遊びにというわけでそれからはちょいちょい遊びに見えるようになりました勝田さんはひどい神経衰弱で素人目にも何かこう 体全体がもうすっかり弱っているように見受けられました何でも大変愛していた夫人を亡くしてからいっとき旗の目には気が変になったのではないかと気遣われたほどでご自分もすっかり遠征家になってしまってこの世に何の望みもなくなったと言っていました夫人は非常に美しい方だったそうですが胸の病気のために 27歳の若さで行かれたそうで、その当時は今も言う通り落胆のあまり自分も後を追って死のうかとさえ思われその決心を実行されようとして歌人に発見されそれ以来は絶えず監視付きの境遇におられたそうです私たちの階級のものは「仮面を汚す」ということを極度に恐れています。 何よりも第一に名誉ですからね人間よりも家が第一位なんです私が病気で死ぬ分にはしかたがないまあ極端に言えばですよしかし変死では困るなぜといって社会種としてうわさにのぼりますからねそれに 精神に異常を呈して自殺なんて新聞に書かれた日には一族の血統にまで及ぼすというわけでいわば加盟保護のため監視をつけられたというわけですよ勝田さんは自分の言葉に興奮していましたこんな話の聞き相手には私のような女がよかったのかもしれません いつとなしに2人は親しい間柄になっていきましたこういう熱帯国のねとして日中は皆昼寝をしますから焼けつくような太陽の光が大地に輝いている午後の1時2時ごろになるとまるで真夜中のような静けさです。 しかし不眠症の勝田さんがこの明るい真昼に眠れるわけがありませんで午後になると必ず私のところへ訪ねてくるのを日課のようにしていました何事にも神経質な勝田さんは天井からヤモリが落ちてくるのを恐れていつもベランダにあるモスキ島ハウスの中へ入ってそこで私を相手に雑談をするのでした ところがその恐ろしいヤモリがよくまた勝ツさ,さんの首筋に落ちかかったり知らずにドアのハンドルと一緒にヤモリを握ったりしてそのヒヤリとした柔らかい感じが何とも言えず心持ちが悪いと言って夢中になって手を洗うものですから手が真っ赤になってしまったことさえありますその時気の毒に思って「ほんとに不気味な冷たさですわね」 なんだか死人でも触っているような感じでしょう慰めるつもりで言ったのが勝田さんにはどう響いたかひどく不機嫌な顔つきになってそのままぷいと挨拶もせずに帰っていきました私はあんなに神経のとがった人を今まで見たことがありませんまたある時水牛の使っている掘割のそばを一緒に散歩したことがありました 水際には名も知れぬ雑草がはびこっていました私たちの靴音に驚いて五六寸くらいの小蛇が草むらから逃げ出してするするっと掘割りの中に飛び込みます一度逃げ損なった小蛇を踏んでそれが靴の先に絡みついたため思わず勝沙さんにすがりついたことがありましたすると勝沙さんも 何か恐ろしいものでも見たように取りすがった私の両手を無理に振りほどいて一斉に駆け出しましたがあとで分かったことはそれは私が蛇を踏んだのを見て驚いたためではなくただその叫び声に肝を潰したんで駆け出したそうですやっと気が落ち着いてみると勝佐さんは両手で耳を押さえ目を閉じて真っ青になって震えています。 私の途方もない叫び声がこんなにまで勝田さんの神経を鋭く突き刺したことかと面目ない気がして「すみませんでした。あまり怖かったもんで思わずあんな声を出してしまって」と申し訳のつもりで言いますと勝田さんはまるでそうけだったような顔をして低い声でささやくように言うのでした。 なんて声をお出しになるんですああ嫌だ勝田さんの恐怖が一通りでないのでついおかしくなってしまってだってもう夢中でしたもの本当に死んでしまうかしらと思いましたわきっと人が知ると時はあんな声を出すかもしれませんよ冗談に言ったつもりが どう思い違いをされたものか勝佐さんは身動きもせず私をにらんでいましたが急にブルブルと体を震わして寒気がする気分が悪くなったからと言って一人でさっさと帰っていきました後に取り残された私はあっけにとられてしばらくの間その後ろ姿を見送っていました神経衰弱も華々しい。 あれでではまるで狂人だ。講師に頼まれていればこそのお相手なのにあまり手前勝手にも程がある」と勝田さんのとった態度にすこぶる不快を覚えて静かな往来を一人でコツコツと帰ってきたことでしたやがてマンゴーシャワーの季節も過ぎ待ち焦がれている雨季が近づいてきました それでなくてさえ健康を害している勝田さ,さんにとっては湿っぽい季節は禁物だったのです長い雨季をこの国で過ごすことはどうにも健康が許しませんそこでいよいよ私どもとも別れを告げなければならなくなりましたいくら気候が悪かろうと不自由な土地だろうと自分には 何かこの国が自由なようで気に入っているのだと勝田さんは口癖のように言っていましたそれだけに貴重の日が決まってからというものは勝田さんは暗い顔をして暇さえあれば毎日のように宅へ来て私のそばを離れませんでしたが日が近づくにつれてだんだん口数も少なくなり憂鬱な目おをして絶えず何事か考え込んでいる様子が 私には何かしら薄気味悪く思われるくらいでした勝田さんはフランス戦で基調の都に着くことになり講師をはじめ主だった会員たちや私たち夫婦は船まで見送りに参りました思ったよりも割合元気で甲板でシャンペンを抜いて出発を祝ったことでしたその時勝田さんは。 自分の戦績を見せてあげるからというのでついていきますと、スチーマートランクから小さい紫ちりめんの複雑つみを出して、実は記念にあげたいものがあってお連れしたんですよと言われました。渡されたつづみを私が開けてみようとしますと、勝也さんは慌ててそれを押さえつけて口ばやにこういうのでした。 いけません、いけません。今開けてはいけません。そしてやはり押さえたまま。これはあなたを信用して私が差し上げるものなのです。二本が着いたら電報をあげますから、その電報が届いたらすぐ開けてみてください。では、それまではお言葉通りにいたしましょう。 その代わりすぐ電報を打ってくださいましね。開けるなとおっしゃると、なんですか余計見たくなるものね。一体何が入っているんでしょう。私は勝也さんへの最後の好意を示すため、わざと子供らしく喜びを誇張して、それを彼の目の前で振って見せたりしました。 その様子を心なしか勝田さんは寂しい微笑みで眺めながら何も答えませんでした人を送るというものはことにそれが船の場合だといつまでもその人の姿が目の底に残っていて寂しいものです私の目からはあの細い手で握られた帽子が消え去りませんでした家へ持って帰った包みを いわれた通りと、船はシンガポールに着きそこから優先会社の欧州航路の船に乗り換えた勝田さんが香港へ着く前夜遺書も残さず謎の投襲自殺を遂げたという報道がありました。新聞には、 ただ極度の神経衰弱の結果とだけ何事も書いてありませんでしたが私どもは予期していたことに当然出会ったような思いがしました勝田さんから送られたふくさ包みは早速開けられました中には私へ宛てた長い手紙とダイヤの指輪が1個入っていました その手紙はまだそのまま大切に保存していますから随分くしゃくしゃしていてわかりがたいけど読んでご覧になりませんかそう言って夫人は私に長い手紙を渡した S 夫人 ワニ寺で偶然あなたににお目にかかった時から何とかしてお近づきになりたいと非常に苦心いたしました私の目の迷い心の迷いと幾度も冷静になって見直し考え直したのですけれど私の迷いではありません本当にあなたは私の妻によく似ていらっしゃるあなたのおそばにいてお話ししていると 妻が生き返ってきて私と話をしているように思われてならないのですあなたとお別れするのが嫌だったいつまでもおそばにいたかったんです離れたくなかったんですしかしとうとうお別れしなければならない時が来てしまいましたお別れする前に私はあなたに 私の秘密をすっかり告白してしまいたかったんですあなただけは私という人間のいいこと悪いこと全てを知っていただきたかった恐ろしいこの秘密は私の体をこんなにまで疲れさせせめ災難でもなお足らず命までも奪おうとしています悩み通してきた2年間のこの苦しみは 私をこんな廃人同様の病人に仕上げてしまいましたいつ死ぬかわからない私です死ぬ前にあなたにだけ本当の私という男をお目にかけたいと思いますどうぞ愛想をつかさず終わりまで呼んでいただきたい本当のことを白状すると大変めめしいようですが 私はどうしても妻の死んだことが諦めきれませんでした話はだいぶんさかのぼりますが妻の学生時代を知っている私があらゆる障害を排して懇猛してもらった女でしたあなたは男が女を愛するということがいかに深いものかお考えになったことがありますか西洋したら全開とまではいかなくても まだまだ生きられるものと固く信じてまさかに死ぬとは思っておりませんでした咳が出るので話をすることを禁じられていたのですがその夜は気分もだいぶんよかったし少しくらい話をしても熱は上らなかったので私は妻の枕元でこの分ならもう一月もしたらいかれそうな 熱海での静かな生活について話しました妻は喜んで耳を傾けましたはためには恋人同士のように見えたかもしれません実際これから熱海で静養させる妻と二人きりの生活のことを考えると新婚当時の喜びをまた繰り返している気持ちでしたが後で考えると 熱が上らないというのももう体力が衰えて病に抵抗するだけの力さえなくなっていたのです何も知らない私はそれをいい方へ解釈していました医者も少しくらいなら話をしてもいいと珍しく許してくれたのでしたがその時はもう医者もさじを投げていて まあ私に後々心残りのないようにしてくれたいわば投げ与えられた一かけのパンだったのですそれとも知らずに喜んでいたのはなんという無知だったことでしょう久しぶりでゆっくり妻とお話ができてそれこそ軽い足取りで家へと急ぎました家の玄関で靴を脱いでいると病院からの電話です だというので夢中でまたもや飛び出していきましたがもう間には合いませんでした妻は寝返りを打とうとして急に心臓まひを起こし枯れ木が倒れるようにそのまま息が絶えたのです1時間ほど前まではあんなにはっきりとして楽しそうに話していたのに。 それで突然出し抜けに魂を奪われてしまうなんてどう考えても信じられません悲しむとか泣くとか人はよく言いますがあまりの悲しさの時はかえって涙など出ないものだということを初めて知りました私の場合はぼ然実質自失したという言葉が一番当てはまっていると思います 全く私はあまりのことにどうしていいか自分の心の置き場に迷いました親類の人たちは皆慰めてくれましたある人は妻を賛美したりまた私に同情したりしてくれましたがそんなおざなりなどを聞いている気持ちはありませんでした自分の身にもなってみろ この世の何者にも代えがたい最愛の妻を死の手に奪われてしまったんだ。もう再び妻と会う機会は永久にないんだ。私は一人後に取り残されたんだ。死んでいく者よりも後に取り残された者の,のいかに惨めだかを少しは考えてみろ。それなのに。 ああして笑いながら話をしている私はお通夜に来たいとこたちが笑いながら世間話をしている中へ入っていって怒鳴りつけてやりたいとまで思いましたですから自分は一人で書斎に入ったきり食事もろくにせず長いすの上で2日も3日も夜を沸かしたりしたほどでした本当に あんなにお心もお顔もおきれいなお方ったらないわ。あんなお方こそ神様におなりになれるわ。いとこの一人が慰めのために言った言葉を私は舌打ちしながらにらみ返してやりました。黙ってろ。貴様なんぞに妻の批評をする権利がどこにある。とこう言ってやりたかった。 まったく死んだ妻のことをあれこれと批評されるほど腹の立つことはなかった妻は私のものなんだ誰のものでもない今はもう頭の中でしか会えない妻をそっと抱くようにいつもいたわっていてやりたかった私は毎朝起きるのが物うかった夢の中の妻 それはいつまでも変わらない優しい美しさだった私にとって夜は楽しいものとなっていきました夜中に私はよく怯えました目が覚めて枕の濡れていることもしばしばありました死にたいそうだ私も死んでいこう こうした様子が家人の注意を引いたと見え家の者は私が妻の後を追いはしまいかと絶えず注意し始めたそれがために死にもならず生きながらえてきましたがしかし今になって考えるとあの時に自殺していた方がどんなに良かったか知れませんあの時死んでいたらこんな滞在を犯さなくて済んだのです 私の悲嘆に大変同情してくれた一人の友人がありましたその人は学生時代から心霊研究に興味を持ちいつも不思議な話ばかり聞かせてくれるんですいつもの私でしたら嘲笑しながら冷やかし半分に混ぜっ返して聞くのがオチですが今は到底そんな気持ちにはなれませんでしたなぜと言って、 その人の話ぐらい私の胸を打ったものはなかったからです。人は死なないんだ。肉体は失われても、霊は残っている。彼はそう言って私を励まし、慰めてくれるのでした。科学者、サー・ウィリアム・クルックスをあえて死んぜしめた力を考えてみたまえ、力強い。 自信ののある彼の声は、私の耳の底に残っていつまでも忘れられませんでした彼の話によると霊媒者を介して亡き人と語ることもできる霊眼が開けば目の当たりに亡き人の姿をさえ見ることもできるとのことでした何という素晴らしい救いではありませんか 私にとってこれ以上の喜びは他にありませんでしたしかしまだ半信半疑の点もありましたので友人から送ってくれた霊に関する本をむさぼるように読みましたどういうところへ行けばその霊媒者とやらがいるかということも調べましたで早速出かけてみたんですたとえ目的は達知られないでもいい しかし万日そういうことが行われるならそれに越した喜びはないそう思うといっときもじっとしていられず誰にも知らせずにそっと教えられたとおり青山北町のその家に行きました想像では火のまでも入った巫女のような女でもいるのかと思っていましたら大違いで神棚などはどこにもなく ただ普通の座敷に普通の服装の婦人が髪を七三に分けて淡然と座っていましたその横に小机を控えて上品な白髪の老人が一人座っていますその人のことをサニーはというのだと聞きましたいわば審判官みたいな役だろうと思いました私は霊媒女の顔を見てまず驚きました それは品のいいしかも非常に美しいそれでいて私の亡くなった妻にそっくりなのです笑う時にちょっと口を曲げるところから理知的に輝いている目口尻に小さいほくろのあるところまで本当によく似ています私は妻の症例をサニワから頼んでもらいました 霊女は目を閉じ姿勢を正して合唱していましたがしばらくするとすっかり態度が変わって妻に似た様子になり懐かしそうにすり寄ってきました霊媒女の体に妻の霊が乗り移ったとでも言うのでしょうか身のこなしから小姉まで妻の生前そのままです妻の霊は 私の手を握って喜んでくれました。その手が大変に冷たく、妙にヒヤリとした感じが、後になっても忘れられませんでした。私はいろいろ話しかけてみましたが、他人という感じはなく、全く妻と会っているような気持ちがして、嬉しさのあまり、すっかり夢中になってしまいました。やがて妻の霊は去ってしまいましたが、私は。 呆然として、しばらくはまったく夢を見ているような気持ちでしたお話がお出きになりましたか霊媒女はそう言ってにっこりと笑いましたあ,あその顔夢から覚めてもその顔はまったく妻の顔でした私はうれしくって胸がいっぱいになりただこの不思議な霊媒女に対して 深い感謝の意を表しましまた往来へ出ても私は足も宙に歩いていましたあそこへ行きさえすればいつでも妻に会えるという新しい希望に一切を忘れて幾分朗らかな気持ちになっていたのですそれで家へ帰ってからも今日の不思議な出来事が絶えず頭の中で往来していました 書斎にいてじっと目を閉じると美しい霊媒女の顔が私の目に焼きつくように残っていましたその翌日もまた出かけましたその翌日もその次の日も私は毎日霊媒所へ通いましたたびたびお招きして霊を慰めてあげますと早く浄化なさいます 霊のために大変結構なこなとでございます、と言われるので自分も喜び霊も慰められるこんなありがたいことはないと思ったのですそうして通い続けているうちに妻を失った寂しさもだんだんと薄らいでいくかと思いました私の日課は毎日霊媒所へ通うことでした外へ出るのはそこへ行くだけで あとは書斎にいて何人とも面会しませんでした今までは無双だもしなかったこの不思議な楽しみに入り浸っているのは私にとっては大きな喜びでしたがこれは他人には決して語りませんでしたもし人がこれを聞いたら何と言うでしょう勝田は気が狂ったのだといい笑い話を提供するだけでしょう実際 気が狂っているのかもしれません。迷わされているのかもしれません。しかし迷わされているのでも構いません。妻にそっくりの人の口から妻の言葉を聞くのですから、これ以上何を求めましょう。一人で書斎にいる時もそうですが、時々心中で霊媒女と交わした問答を繰り返しておさらいをしながら、 思わず一人で笑ったた。りりすることがありましたそれを家人はまた変に気を回して疑惑のまなこを絶えず私のチンペンに注いでいるようでしたしかしそんなことはどうでもよかったのです私はただ妻と会えるそれだけで満足でしたがそれも日を経るにつれてだんだんと欲が出てきて ただ会って他人を仲介として話しているだけではどうにも満足できなくなりましたせめて「令和女」名は23日目に知りました「小宮山玲子」と書くことにいたしますと2人限りで直接話してみたいんですできることなら四十そばに置いて好き自由に話したかったんですところが 偶然の機会からその希望が達せられることになりました私は家の対面をやかましく言われるもので玲子のところへ通う時は変名を用いていましたから家へ直接来てもらうわけにはいきませんしかし玲子も独身なり私も妻を失っているのですからいざとなれば結婚してもいいと思っていましたただ周りの者の反対を恐れて どういうふうに承諾させたものかと絶えず考えているうちにやがて亡き妻の形見分けの時が参り私は妻の淡水やら手回りの道具に一通り目を通さねばなりませんでした今さら妻が亡くなった当時の記憶を再び繰り返しているような寂しい気持ちに襲われながら私はその一つ一つを開けていきました 妻が好んで着ていたお飯の小あのあでやかな黒髪に刺された翡翠の飾りピンなどが皆思い出の種となって深い離れがたい気持ちをそそりますこんなに早く形見分けなどしなくてもせめて一年も置いても差し支えはなさそうに思われるのになぜこう周囲の人たちは物事を早く片づけてしまいたがるんだろう などと幾分愚痴も出て私は一つずつ丁寧に見ていきますとふと帯の間に挟んだ白いものが目につきました何気なく引き出すとそれは白の角封筒に書かれた妻宛の1通の手紙でした差出人の名はありませんが明らかに男の首席ですそれもかなり古いらしく ところどころろどにしみがあります私は何か見るべからざるものを見たような思いがしましてそれを手に持ったまま迷いました見ようか見まいか何事もない正常な妻として考えていたいという思いと何かしら全てを知りたいという欲望とで思い迷った挙げくついに中身を出しました それは妻のいとこにあたる海軍軍人から来た手紙でした別に大して怪しむべき文句は書いていないんです誰に見せてもこれで直ちにどうこう言えることは少しもありませんどこかで一緒にお茶でも飲んだらしいだけですしかし妻は彼にあったことは隠していましたから私は少しも知りませんでしたただそれだけなんですが 私には何と言ったらいいかこの文句以外に何かあるものが潜んでいるような気がしてならないこの白いレターペーパーから文字以上の文字を読もうと焦りましたかつてこの人との間に縁談があったと妻が言っていたことを思い出して聞いた時はそのままに流してしまった事柄を急に大事件のように記憶から呼び起こしましたすると、 一度会ったことのあるその男らしい顔つきまでが私を悩ませますこうして普通の人から来た普通の手紙としてぶくに忍びなかった妻の心をいろいろと想像して私は反問しました何か二人の間に言えない秘密があったのではないかと疑いました私がこんなに熱愛していたのに こうして鍵のある引き出しに比しておく、女の周到な用意を憎みました。そこで残酷だとは思いながら、私は霊魂を通して妻の霊を呼び出し。そのことを詰問してみようと思いつきました。ところがあいにく、その日は六畳伯爵家に招かれていって不在だというのです。会えないとなると、なおさら会いたくなるのが私の性質です。 ことに妙な疑いを抱いているので一刻も早くその真相を知りたいそれなのにいないというこれはてっきり逃げたなと思いました私は妻と玲子とを混同してしまっていたんですさあそうなるともう落ち着いてなんかいられませんついつい玲子の帰りを待ち受けて時間もだいぶん遅かったので私の家へ連れていきました 玲子は前々から一度私の家へ行ってみたいと申していましたから喜んでついてまいりましたもうそのころ私と彼女との間には一種の親しさがありました玲子だってまんざら私の考えがわからないはずはありません私の家は少人数の割に大きくことに庭が広く池の向こう側には茶席があって私はよく親しい友人を招いたりしたものです 茶席に行くには門を入って玄関のそばにあるしおりを開いてすぐ庭伝いに行かれるので誰にも顔を合わせずに行くことができます私は彼女をそこへ案内しましたもうその頃はすっかり変人になりきっておりましたから夜更けて帰ってきてそのままおもやに帰らず茶席で夜を沸かすようなことがあっても家の者は別に怪しみませんでした 呼ばなければ女中も来てはならないことになっているのでこういう場合には誠に好都合でした翌日は風邪をひいたと言って母屋から女中に食事を運ばせ麗子と2人きりの楽しい世界を作って終日閉じこもっておりました私はたびたび妻の奨励を頼みましたがどういうわけか嫌がってあなたは私が霊媒女で 奥様をお呼び出しするから私がお好きなんで私というものには何の興味もおありにならないんでしょう私はあなたに霊媒女として取り扱われるんなら何もこうしてあなたとご一緒にいる必要はないから帰りますわとダダを言ってなかなかやってくれませんしかしそれではせっかくこうして連れてきたのに何の役にも立たない それでは困る。結局いろいろとなだめすかしてやっと症例を承知してくれた時はもう夜も大分ぶ老けていました夕方から降り出した雨に風が加わって板戸へぶつかる雨の音に言葉を奪われながら私は一生懸命になって妻と話しました第一の質問は無論手紙です質問に対して妻は。 何の躊躇する様子もなく、すらすらと手紙の男と自分との関係を言ってしまいました世の中に疑惑というほど粘り強く恐ろしい力を持っているものは他にありますまい私はその恐ろしい力に心をかき乱され反狂乱のようになって事実を確かめようと焦りましたなんという愚かしい考えだったのでしょう もう妻はこの世の人ではありませんそれなのにかつてはその人の心身ともに自分がすっかり握っていたのだという安心を得ようともだえるなんという浅ましいことでしたでしょう池の蛙津が鳴いているのが風の合間に聞こえます山の手も市街に近いこの辺りは静かなものです 私の目の前にいる麗子は細ての下膨れでその長いまつげに覆われた夢見るような両目を軽く閉じて口元にかわいらしい美少さえ浮かべながら昔の恋人との話を楽しそうに語り出すのを聞いてぬらぬらとした汗が額から流れました私はだんだん興奮してきていよいよしつこく根掘り葉掘り聞き出しました しかしどうも肝心の私の知りたいことは恐ろしくて聞けませんでしたただ遠巻きに探りを入れているだけでどうもそこへ話が入っていきませんこんなにも本当のことは恐ろしいものかとつくづく思いましたそれなのに玲子は平気で子供投げに自分の方からしゃべってしまいました私ははっと思うと 一瞬間自分の息が止まったかと思いましたするとこう全身の血が皆頭へでものぼってしまったものか体じゅうが急に寒くガタガタと震えてきて歯がカチカチとかみ合いました目の前が暗くなったり明るくなったりともし火が渦巻いているようでした夢中で立ち上がるといきなり玲子につかみかかりました 麗子のやわらかい肉に私の両手が力いっぱい働いたとしか覚えていませんそれと同時に彼女の悲鳴を聞きましたちょうどあなたが掘割のそばで小蛇に絡まれた時のような悲鳴今でも耳にこびりついて離れません気がついた時は私は 実に恐るべき滞在を犯していたのです。白日のもとに罪の裁きを受けねばならぬ身となってしまいました。玲子はもうぐったりと倒れて、息は絶えておりました。私はぼうぜんとして、しばらくの間は無意識状態に陥ってしまって、悲しくもなく、恐怖もなく、 まるでうつろの心で目の前の死体を眺めていました一時やんでいた雨がまた降り出しました遠くのほうでまた河津が泣いています私はこの河津の声をいまだに忘れません気が落ち着くと急に恐ろしくなりました最初は 自首して出る決心で夜のを明けるのを待っておりましたがその時ふと頭に浮かんだのは娘のことでした申し遅れましたが私に一人の娘があるのですその娘は本家の勝田男爵の家を継ぐことになっています勝田家には子供がいないので娘は生まれるとすぐに養女にもらわれて本家に育っているのです手元にいないのでふだんは大して気にならないのが 急にに心配になりししました。母に似て美しく生まれた上に養父母に非常に愛せられやがてあの巨万の富を受け継いで男爵夫人となる輝かしい前途を持つ身なのですそれが私の自主一つですっかり覆されてしまうのだと気がつきました幸福の絶頂から不幸のどん底に突き落とされる娘の身を考えました時 私はすっかり迷いの夢から覚めましたバカバカしい狂気じみたこのごろの行いましてや今犯した恐ろしい罪私はとてもおめおめと生きてはいられません机の引き出しにはモルヒネのアンプレも入っていますカルモチンもあるしかし今私が死んだら 世間の人は何と言ううでしょう美人霊媒女と調子ああそれは耐えられませんもたえると言いますか悩むと言いますか世のあらゆる言葉をもってしてもまだこの心は言い切れません私は一夜にして100年の年を取ったように思いましたその挙句一つの考えが頭にひらめきました それをこの上ない名案として今日まで実行してきたのですその考えというのはこの死体を秘密にどこかに隠して1、2年生き延び世間の噂の絶えた頃に自殺してしまうということです私は4、5年前からある信託会社の地下室の保護金庫を借りておりました一軒四方くらいの大きさのものです

信託会社では私どもは信用されておりますし長い間の得意ですから決して疑うようなことはありませんそれに私の神経衰弱は随分久しいことなので外国へ行って気を変えてこようという考えが出たのを親類の人たちは大賛成で喜んでいるのですからこれまた好都合でした私はフランスイギリスと遊び歩いていましたが 始終その不安がつきまとってまことに生ける屍そのものです何の興味どころかただこうして時のたつのを待っているその苦しさ自ら求めたこととはいえ何という愚かしいことでしょう何か妻のことを考えるとひいて麗子のことが必ず頭に浮かびそれからまた苦しみます かつては優しい思い出となっていた妻のことさえもう考えられない気持ちになっている私を憐れんでください。いっときの感情とはいえ、上ごとのような言葉に興奮して殺人罪まで犯すようになった自分の愚かさに思い至ると、全身恥と悔いのために冷や汗をかきます。私の昼夜は反問の連続です。ああ。 心から笑い心から語れる幸福はなんと尊いものでしょう自殺もうそれより自分を救う道はないと思いますもう生きていることが苦しいこの頃は死ぬことを考えてそこに一筋の光を見ますもう心の呵責に耐えながら生き続けることが たしにはできなくなくりましたこの上自分を苦しめるのは我が身ながらもあまりにかわいそうですあなたにだけお打ち明けしたこの偽らない告白をあなたがどういうふうに処置なさろうとそれはあなたのご自由ですが一人の娘の幸福を守ってやるために苦しい2年をやっと過ごして あなたがご覧になったような生も紺も突き果てたこの生きながら死体の私にご同情くださるなら娘の幸福を打ち砕いてしまうようなことは決してなさるまいと信じて疑いません4 私は読み終わって夫人に手紙を返した彼女は手箱の中にそれをしまいながら言うのだった後になって勝田夫人の写真を見ましたが私はもちろんのこと小宮玲子だって少しも似てはおりませんのよこれは全くあの方の錯覚で相手になっている女の顔は皆夫人に似ているように思えたらしいんですの しかしこの手紙で言っているのが事実だとしたら日本の警察へ送ってあげなければなりますまいと夫に相談いたしましたら夫は笑って精神病者の創作だろうと申しましたのでそのまま放っておきましたすると1ヶ月ほどして内地から来た新聞に某信託会社の保護金庫内より ミラ現るという大見出しで勝田家の借りていた代金庫内のトランクからミイラが出たということが出ていましたやがてまたそのミイラは勝田夫人であったと報じてありました私は夫と顔を見合わせて苦笑いいたしました